7世代先の子供たちのために考える薬をなくす顧問薬剤師岩佐俊です。ですね、今回はですね、このイベントについての告知の動画を撮らせてもらってます。食と医療と日本の未来ということで、宇見悟先生、ご存知じゃない方もご存知の方もいらっしゃると思いますが、宇見悟先生、全国でね、さまざまな講演をされている先生です。著書もね、本当にたくさんありまして、ワクチン不要論だったり、医者に頼ってもがんは消える、子供を病気にする親、健康にする親、医者だけが知ってる本当の話と、さまざまな、ね、本も出されております。精神科は今日もやりたい放題とかね、私はこの本を読んで精神医療のね、闇のこととかも知りました。さまざまなね、情報を発信しているこの宇見先生が9月25日尼崎アルカイックホールにて来られます。9月25日、10時半から開始になります。9月25日の朝10時半から、食と医療と日本の未来、7世代先の子供たちの未来を考えようと、今本当にさまざまな情報が出回っております。さまざまな情報が出回った結果、混乱している人も結構います。そしてそのあたりのスーパーだったりコンビニに売っているもので、どんどん体を壊している人が多いです。コンビニのおにぎりはおにぎりだから大丈夫だとしてね、当たり前のように子供や自分が食べている人、他にもですね、サラダを取ってるから大丈夫って言ってコンビニのね、サラダドレッシングかかったものを食べている、サラダパスタは体にいいと思ったサラダパスタを食べてしまっている人、そして自分の体をどんどん悪くしてしまっている人が多いです。それを子供にまでしてしまって、気づいたら子供が原因不明のアトピーだったり喘息だったり何らかの免疫異常が起こってしまっている、そんな人が今全国増えております。そんな人たちの間違いに気づいて、食を変える、行動を変える、考え方を変える、そんなことができることによって子どもの笑顔は取り戻すことができ、アトピーや喘息といった現代病って言われるものはもう現代病じゃなくなる、薬を手放すことができる、そんなね、指針となる話、基本となる話を今回この9月25日10時半から宇見先生がお話ししてくださっております。食の事実、報道の事実、医療の事実、それらの事実を実際に現場の先生の話から聞いて、多くの人のお薬を手放させている、多くの親さんを助け、子どもたちを助けている、そんな宇見先生の生の話を今回この9月25日尼崎で聞きましょう。今回ですね、こちら書いてある通り、なんとですね、8月31日まで、今月中に先着70名までは参加費2700円って形で特別プレゼントがついてきます。じゃあ今回ですね、私もこのイベントをお手伝いさせていただきますので、私の過去の動画、過去のセミナーの動画、参加費5000円でやっていた時のセミナーの動画っていうのも今回プレゼントさせていただきます。申し込み事前に入った方にその動画をプレゼントするって形で、動画で学ぶことができ、かつ当日は宇見先生の生の声も聞けるって形でのダブルでの特別プレゼントをご用意させてもらっております。ちなみに前売り券は2700円で、当日券は3000円となります。ぜひ尼崎で宇見先生に会いに行きましょう。そして宇見先生に、自分の食事のこと大丈夫なの、子供のことは、医療のことは、薬のことは、疑問に思うことなどを解決できるようにここにお集まりいただいて、10時半から13時までいろんな人とこの場でつながってですね、いい縁を作って、本当の子どもたちの未来のために本当に素晴らしいねことを学んで、子どもたちに明るい未来をつないでいく、そんなことができるのを楽しみにしております。では当日お会いしましょう。